ちゃなるよ。おい、これ何が面白いと14に行ったっていう。ラスじゃあ最後は点数高いやつにさっきの調子に乗っとるわ、ね、さあじゃあ3回目点数取ったもん勝ちでいきます。さあ森田プロが参戦しますよ。女子さあ衣装はグじゃんけんぽいはい行こうでしょ。お3のトリプル。おい狙いはいいんだね。狙いはよ。あれどれだ。俺とドゥのだから復讐だね。面白い。でもちょっと慣れてくると楽しいかもしれないね。あぶれでした。森田プロも見てるよ。マジだマジずっと目が合う。じゃあ本気です。そうね。ほら森田プロが見てるよ。笑顔で見てるよ。さっき明日のも見ただろ。本気出しちゃうかな。本気出しちゃうどうしたどうした一発でした。ちょっと本気出しなさい。やばいね。ちょっと本気出したもんね。行けるとこ波が来る。あんたのマジで、あ、行けると思う。うわ。お、20。ダメなやつなんだ。ゴムした曲で気持ちいい、気持ちいい。なんかパンジェロみたいな感じ。もう鼻道と一緒や。あすんな。おっと、台にクレームつけ始めましたよ。
って、はい、増えていってるはずなんですよね、みんな減ってはないです今俺だけ遠いとこにいるよ、ね、もう真ん中一本で抜けるからすごいわ、いつもね、惜しいんだよいいとこ行ってんだけどおー、来た来た一気にお3位に踊り出てきたよ、じわじわ攻めるとこ攻めますね、違うよね、飛ばしてないよ、飛ばしてる俺も飛ばしてるね今、連打しすぎたいんだよ攻めますね、まあ、しょうがない、まあ、もうしょうがない、あの特別ルール、特別ルールでもあのトップは一回休み今明らかになんかババンバンバンって動いたの不正が起きました、不正が今ちゃんと取っときましたからね一回じゃ言うこと聞かせるよこれ落ち着いてやればいいこれスロットの打ち方だっけ、あのあそこのマックスベットの叩き方じゃねえやダムダムしてもダメだよちょっとあの押した時の音似てるしねマコトじゃなくてちょっと今熱いお感じをほらこいつがねどうしても追い上げてくっけんでマジでデュルメクソ抜かれた抜かれた一回休みだけどそこはしょうがないしょうがねえとか言い始めるけあのペペ相手に言ってもペペだけね何かドボンと音がしたっけ今押しすぎるなよ、押しすぎるなよ、そっちは優しくすぎたんです、優しくそうなんだ、ごめんやべ、王者がちょっと怒り出した。じゃあ、本当は圧倒的に下がったんだよ。ちょっと調子悪いみたいですね。ちょっと前回覚えたら純がね、狙ってるのが謎なのよ狙ってました全然狙ってないじゃん全然狙ってない、あ、刺さればよしとしてるやろうないいとこ行ってやろう行ってんだよな、まあ、これ超えなければねよしよし軽く押してね、軽く押してよ連打禁止でなんか押してんじゃないだいめっちゃ有利よちなみにこのダーツの動画ってどうなんすかね、グダグダかな、詰めてきた真ん中当たったね、今当たったけど当たったけど刺さってないだけで
シュレッド、シュレッド上げてきたね。上げてきたね。30か、30ぐらいか。え、これ最後ラストだね。うわ、惜しい。今ちょっと待てよ。やっぱ新規じゃないか今のは。2連続で同じことが起きました。抜いて。抜いて。またまたそのペースになっちゃうから俺。おい。失礼よ俺と。失礼よこの方。でしょ、でも、あの、多分ね、行事が物言い出す。一回、飛ばしたっけ。いやぁ、危ない、危ない、嘘、最後で、最後でね、そういうことするのね。かっこいいじゃん。最後の最後で恋こすもんで、ね。ウィニングランをどうぞ、はい、これどうでもいいじゃんね、ウィニングショット。まあね、俺別にいいと言うよ、一人で納得いってるやつを俺だけね。おぉ、最後に上手くなるよ。おぉ、いやうまいね、うまいね入るか、ちょっと八百長疑惑がちょっとね、問題が起きた。問題ありますね。いや、でもおもろかったね。問題だね、ということで、なんかすっげーグダグダになったんですけど、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。